西村校長6月4日から2003年は、仏師、仏像修理技師、僧侶、東京芸術大学名誉教授、君山当随法省、大阪二勝月氏生まれ、1935年、東京美術学校入学、彫刻科目長部で現代彫刻家を志す。4年生の時、同校の古美術研究所校で、京都、奈良を回り、法流寺。 夢殿の旧姓観音に感激。1940年卒業し、一旦は大阪の私立中学の図画教師となるが、年末には退職。1941年美術院国宝修理所に入所、仏像修理の道に入る。京都33県道で11面千樹観音千体像の修理に参加していた。1942年招集され、 中国各地を転戦し、この時何千体何万体もの壊れた仏像が、修理を求めるような表情で夢に現れたという。1945年に、福院、33剣道での修理に復帰し、以降、仏師、仏像修理技師としての修行を積む。1951年に37歳で特度、天台宗の僧侶ともなる。1955年京都、 あたご年仏寺の住職となり、同時の復興にあたる。1959年美術院国宝修理所、所長、1967年東京芸大助教授、1974年、教授、86年定年退官名誉教授、関西女子美術短期大学教授、1986年、退職。仏像修理技師、仏像研究者、僧侶としてばかりでなく、 一般向けの仏像解説書の執筆にまで及ぶ。2000年から始まった清水寺の新しい行事、清流会では監修を務めた。ありがとうございます。